こんにちは、ファッキーオンサムヘルマット丸山です。こんにちは。ですね、最近ね、あ、めっちゃ鳴ってるねめっちゃ鳴ってるよ、取り出したら。最近ね、マスターデュエル始めまして、遊戯王、めちゃめちゃハマっちゃって、ずっとやってますずっとやってますね。ちょっと外役のエルドリッチデッキと、ロマン満載、ブルーアイズデッキ2個作ってですね、潜ってます。ランクマッチちょっとゴールド帯でね、ちょっとね足止め食らっちゃって、早くプラチナ行きたいなっていう感じです。はい、それさておきですね、見てきました。ポゼッサー見てきました。面白かったです。今日はポゼッサーの話したいと思うんですが、ちょっとその前に館内のねジャック&ベティで見てきたんですけど、その近くにあったウノコレジオーネかな、わかんない。中古 DVD のお店があってね、めっちゃ安くて、すげえ安いっす。1本380円とかで、3本1000円になるみたいな。すげえ安くて。で、ロード・オブ・ザ・リングのね、コレクターズエディション。これが380円で、3本で1000円だったんで、3部作揃えちゃいましたで、ずっと見たかったサイン、シャマランのサイン、これも500円です。むっちゃ安かった。もうこれおすすめですね。すげえ安いです。日本のね古い映画、岡本喜八とか、ゴジラとか、あの辺もねめちゃめちゃ品揃え良くて、まあ、ちょっと高いんだけど、邦画は1000円とかなんだけど、すげえいい店でしたね。ちょっとまた行って発掘したいなと思ってます。で、ポゼッサーです。ポゼッサー、なんといっても、クローネンバーグの息子ですね。デビッド・クローネンバーグの息子、ブランドン・クローネンバーグが、監督している作品でございますというところです。クローネンバーグもともと好きで、デッドゾーンかな。一番好きなのはデッドゾーンです。で、あと、イースタン・プロミスも好きですね。ビゴ・モーテンセンの、全裸の背中と、サウナファイトがあると。全裸サウナファイトね。いやー、ビゴ・モーテンセンがひたすらかっこいいイースタンプロミス。多分 DVD も持ってます。ビデオドラムとかも好きだし、初期のね特殊効果、特殊メイク、爆破とか頭吹っ飛ぶとか、あ、好きやなんですかとか、なんだろう、レトロな技術を駆使したぐちゃぐちゃな世界観が好きです。というのもあって、今回息子が監督しているというところで見てきました。面白かったですね。はい。で、なんだろう、まず設定がねめちゃめちゃ面白いですね。暗殺会社、殺人請負会社の、殺人担当というか、まあ、ポゼッサーっていう役割なんですけど、それの、仕事してるのが主人公の女性。他者ですね。これがねまたね、なんかその殺人の仕方がね面白いですね。ターゲットの身近な人の脳内に、侵入して、まあ、意識を乗っ取って体を操ってターゲットを殺すという設定、面白いですね。で、その体から自分の体に戻す、その抜け出すためにそのホストというか宿主を殺すとすると意識が抜けて自分の体に戻れるみたいな、この設定が面白いと思います。広角機動隊のね敵で出てきそうな設定ですね。はい。その SF チックな設定と殺人描写がものすごいえぐいと、まあ、R18 指定なんでねものすごいえぐいですね。血が出すぎ、めった刺し、目も飛び出しますという感じです。えぐいですね、だいぶ。まあそのエグさもう完全に親父譲りのエグさだなという感じですね。はい。調べたらなんかクローネンバーグ一家なんかね結構そのアート一家らしいですね。全然知らなかったんですけど、まず奥さんがキャロライン・ジフマンと、映画の制作スタッフだった方ですね、クローネンバーグの。で、長女のカサンドラさんはね、裸のランチ、エムバタフライ、クラッシュ、イグジステンズに参加してると。これ結構すごくない？クラッシュなんてね、カンヌなんか撮ってたよね、確かね。で、2番目の妻との娘、ケイトリンですね。は、もう写真家ですと。すごいね。で、息子のブランドンは監督をやってると。もうアーティストですね。アート一家です。どんな教育をしたらこんな家庭に育つんだという、すごい一族ですね。これすごいですね。はい。はい。まあそういうのがありますと。冒頭のその殺人シーンクエンスというか、シーンですよね。まあまずファーストカットのところね、なんか機械いじってて、で、女性がこう、なんか泣きながら笑ってるみたいな。あれも異様ですよね。もう異様。もうクローネンバーグの狂気みたいなところがもう見えますねっていう感じで、でもう最初の殺人があると、まあ、銃を持ってるんだけど、そこにあったナイフで殺すっていうところ、これがまた後々重要な部分になってくるという感じでしたねっていうのと、あと血ですね。印象的なのは血が印象的に、カットで映されていくというところ、これも後々というか、まあ後々かな、まあ、生きてくるような、カット、随所にある血のカットというところです。まあ自殺というか、そのホストが死なないと、自分の体に戻れないわけなんですが、まあホストを打てなくなってるというところですね。ここももうこの最初のところでね、だいぶいろいろ張られてると、伏線がここすごいですね。いきなりで警察にボコボコ打たれるバババババっつってね、で顔打たれて、こうピピュってピピュって出てる。これがまたいいですね。これね、また昔のね CG とか、浸透する前の、特殊技術でやってた頃の感じ、フライとかね、スキャナーズとかね、あの辺の感じがしますね。それ楽しい、はい、いいシーンでしたね。はい。あと接続するシーン、ホストと接続するシーンのモンタージュ、あれがねめちゃめちゃかっこいいっすね。なんかインタビュー見たらほぼ実写でやってるという感じですね。ローの溶けてまた再生していくみたいな、あれも実写なのかな。ローの動き的にはタイムラプスっぽい感じの、実写っぽい感じには見えたけど、実写みたいっすね。すごい極彩色な照明が当たって顔がパパパパパってなって、あれかっこいい。なんかレトロフューチャー感というか、昔の SF っぽい感じがしてかっこいいですね、あれね。あ、そう、極彩色で言うとね、そのホストの奥さんとのセックスシーンとかもそうなんですけど、すごい色がねめっちゃ濃いですね。極彩色をいろんなところで使ってきますね。赤、まあ赤が多いかな、赤の照明が多い気がします。これもねニコラス・ウィンディン・レフンの影響があんのかなみたいなところを感じますね。レフンは色盲だからめちゃめちゃ色が濃い演出がすごい特徴的ですけど、なんかレフンの影響も受けてそうな感じかなというところでございます。コリンの仕事ですよね。あいつ何やってんだと、ゴーグルつけて何をやってんだっていうことなんですけど、あれはねなんかメタバースの AI を育成させるための認識データのタグ付け作業だということみたいですね。はい。カーテンを認識させるためにいろんなカーテンの部屋の写真動画を見て、このカーテンはここだここだっていう AI の認識力向上させるための、仕事をやってると。で延々カーテン見てるみたいな感じのやつ仕事ですね。単純作業は今の現代でいうともう工場みたいな、工場の単純作業みたいな感じに近いのかなっていうイメージですね。はい。でまあ1個あるのはショーン・ビーン問題ですね。はい。ショーン・ビーンが出てくると大体ショーン・ビーンひどい目に遭うっていう、死ぬかボコボコにされるかっていうのがもうほぼほぼそうなんですけど、まあさっきこれねロード・オブ・ザ・リング、これねこれにも出てましたけど、ショーン・ビーンもういきなり死にますね、これ1作目。はい。っていうのもあるし、あとゲームオブスローンズか、シーズン1の最後もう打ち首ですよね死ぬと。あれショーン・ビーン大丈夫かなと思ったら案の定ボコボコにされてましたねえぐかったな、あの描写がまたねえぐかったっすね。あの歯ガガガガって歯がねなっちゃった。横から冷静というかもう沖で撮ってんのがまたいいっすね。それまでハンディとかステディで撮ってたりするのが多かった気がするんですけど、まあ沖で横ですごい冷たい視線で見せるという感じです。で目がくり抜かれると、これもう死んだと思ったんだけどね、死んでないみたいですね。渋滞だったっていう、かろうじて生きてるという感じだったみたいですね。これまた、ショーン・ビーン問題で、ちょっとなんでしょう、嫌な予感がしたら案の定みたいなところでしたね。はい、カメラワークというか、まあ絵ですね。最初の殺人から、戻ってくると、その意識がちゃんと保ててるかどうかのテストがあるところなんですけど、あそことかね、もう完全にイースタンプロミスのビゴモーテンセンの儀式のシーンみたいな感じの照明、もう上からしか当たってない照明で、周りめっちゃ暗くてほぼ物がないみたいな、あの感じの、空間作りみたいなのも感じながら、でもすごい揺れてんですね、あそこカメラね、ハンディで。精神の揺らぎというか意識の揺らぎみたいなところが見れるという感じです。意外とカメラ揺れんだなと思ってましたね、あそこね。でコリンに入って他者がね、で徐々に自分とその肉体保持者の意識、コリンの意識がもうごちゃごちゃになってくるというところですね。はい、だからその最初の殺人のところ、あそこでもう撃てないってところで、どんどんその自我が、体の持ち主の自我を抑えられなくなってきてたのがもうどんどんダメになってくるというところですね。でなんだっけ、エディが来て助けに来るところの同ポジでね、赤になってふって現実になって、内面現実、内面現実って、あそこもね素晴らしい。結構大変ですよ、同ポジで撮るのってまた赤、極彩色赤っていうところですね。はいのもありつつという感じでした。結構やっぱね親父譲りというかいう感じで、冷たい演出、まあ、冷静な冷たい演出が続いていくという感じですね。でまあエディ以降かな、自分と他人の境目が分からなくなるっていうところですね。だからそこもなんかやっぱクローネンバーグのよく出てくるテーマとして、肉体の変化に伴う、意識の変化みたいな、意識内面の変化みたいなところ、今回のテーマとクローネンバーグのよく使われるテーマが、やっぱ合致してるというところですね。それすごい感じましたね。まあ、ビデオドロームもそうだし、スキャナーズはどうかな、デッドゾーンはありますね、やっぱね。能力が分かって、まあ、変化していくから、まあ、クラッシュもそうか、そんなテーマが多いですね。その中でやっぱ受け継いでると、そのテーマ性を受け継いでるというところです。あとね、レーザーフェイスリスペクト完全にやりましたね。乗っ取られたとこ、他者がコリンに乗っ取り返されたところ、あそこもねすげえ良かったっすね。実写で、内面世界を見せるっていう、ところがいいですね、やっぱりね。CG を使わないでああいう手法、なんだろう、スタイリッシュソリッドな演出で見せていくと。でマスクですね、ただれたマスク、もうあれレザーフェイスですよね、ほぼね。レザーフェイスリスペクトもありましたという感じです。ラストですね、なんで殺したのかと、夫と息子をですね、なぜ殺したのかというところですね。最初の家に帰るシーン、家入る前にねすごい練習してるしね、挨拶の練習ししたりとか、あとはそのコリンに入る前も、練習してるとコリンの真似をできるように、他の人の真似もしてるんでしょう、おそらく。役を演じる自分、その窮屈さ、抑圧されている自分から解放されるためにはやっぱり夫を殺さなければいけなかったというところなんだと思ってます。他者が出てきてね、もう撃ってやろうっつってやると自分を自覚する、その自分っては何なのかっていうところで出てくるのが血なんですね。そこまで出てきてた血のカット、あと殺し方にも関係してくるんですが、自分は血が見たいんだと、殺したい、殺人鬼だっていうことですね。要は殺人鬼っていうことを自覚して、それを解放するためには夫を殺さなければいけなかったという感じだと思います。そのための、それまで出てきてた血のカット、血をこう眺めてたりするし、そういうのがあったという感じですね。で、銃で殺せばいいのに、わざわざナイフで殺してたっていうところもやっぱ血が見たかったんだという、もう衝動ですね。内なる欲、内なる暴力性がもともと持ってたというところです。それが解放されるのがラストだという感じですね。で、刺されると、子供に、あそこがもう完全にもう戻れないと覚悟を決めたっていうのが見える、シーンですね。あそこは撃つっていうところで入ってたのがガーター、上司が入ってたと。うわーって、あれめっちゃ怖いっすね。でもあれめっちゃ怖くない？あれ他者が撃ってなくてもどっちにしろとあの子は死んでたってことだよねって思うとちょっと怖いんだよね。だからコリンの状態で子供に会った時にはもう上司が入ってたってことですよね、多分同じ日だから。あそこうわって感じでしたね。で、その2人とも死んで、血が混ざっていくと、こう来ると、うーってくると、だからあれ混ざっていくから、コリンと他者のなんでしょう、意識が混ざっちゃうのかなっていう、混ざっちゃったんでしょうね、多分ね、あれね。で戻ってくると、戻ってきたらどっちが入ってるんだろうっていうね。2人とも混ざってる意識なのか、コリンの意識があそこに入ってるのか、どうなんでしょうねっていうラストですね。記憶はなんか途中から、なんか共有してたから明確な答えを出さないラストもまたいい後味ですね。ポゼッサー語ってみました。ちょっとね、語るの難しい映画なんでね、こういう哲学を取り込んでる映画ちょっと難しいですけど、僕はこんな感じかなと思いました。コメント何卒お願いします。あと高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお願いします。